こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物続きからやっていきましょう。まだ行ってなかったところに何やらマークがあるところがありますので、ここに向かっていきたいと思います。これなんでしょうね。あとね、もう少しで多分道なりに続いていると思うので、ここにね向かってみたいと思います。前に通ったことなかった道みたいなんですけど、前回建物のマークがあるところには教会があったっていう形なので、もしかしたら何か重要なものがあるのかなと思って来てみたんですけど、ここっぽいですね。というか、あの道なりに来ないとダメだったのかな。あ、飛べるようになってるここなんだろう。というか、この隣側も空いてないんだね。そっちも行きたいな。あ、もしかして牧場？牧場だ。あ、そっか、馬に乗れるんだったよね今作。私馬乗れないや、まだ。おお、旅人さん、ハイラル牧場へようこそ。ここでは馬を貸し取るんだが、今はそれどころではなくての、大事な馬が一頭帰ってこないんじゃ。いつもなら牧場の西の方を駆け回っているんじゃが、まだ戻らん。家族で探したが見つからなくての、うちの馬を見かけたらこの牧場まで連れてきてくれんかの。お、わかりました。帰らない馬だって。西の方って言ってたよね。ちょっと地図見てみますか。西の方、まあ上が北だとしたら、まあ西の方ってどっち？ちょっと周り見てみましょうか。どこだろう。とりあえず馬を発見すればいいんだよね。あ、スタンプ1個目。そう、新しい回になったのでスタンプ1個目になってます。どこにいるんだろうね馬。なんか怪しい。これ怪しくない？なんだろう。お、すごいなんか怪しいと思ったら1個発見しましたこういうのがあるからね、ちょっと探索したりするのも楽しいんですけど、馬がいるんだとしたらなんか高い位置とかじゃない気がするんですけど、高い位置にいるのかな。あ、いた。え、何してんの本間さん。もしかして動けなくなっちゃった。これちょっと難しい。とりあえず行ってみればいいかな。本間さん乗る。え、近づいて A で乗って、 L で移動、 B で降りられます。あ、なるほど、この子連れていくってことなんだね。ってことは、ちょっと待ってね。どうやって連れていこう。ジャンプができるわけじゃない気がする。段差っていけるのかな。段差ちょっと難しそうどうやって連れていこうか。これで一応段差はできたんだけど、大馬さんって段差いけます？あ、いける、よかった。これで一緒に行けますね。へえ、近くにいてくれてよかったです。連れてきたよ。これでどう？うちの馬じゃよかった。ありがとう旅人さん、本当に助かったよ。まさかそんなところにおったとは。あんたはわしとこいつの恩人じゃ。降りちゃったんだよね多分。あんたがよければいつでもタダで馬を貸そう。馬に乗りたければ遠くまで早く行ける。おお、好きな馬を選んで乗っておくれ。あ、これで馬で乗れるようになりましたね。青毛の子にしよっか。じゃあちょっと行こう。どうも。馬にとってもいい運動になるって。え、この辺
の人にもちょっと話してみましょう。うちの牧場の馬を見つけてくださったんですよね。ありがとうございます。この子は助けてくれてありがとう。お、馬に乗る時のテクニック教えて。低めの段差に近づくとジャンプするよ。ね、牧場の囲いで試せるからやってみて。さっきね、ジャンプしてくれてたよね。あ、待って、フレッシュミルク売ってる。ちょっとミルク買いましょう。こんにちは。あ、これオルゴールみたいなのいける？ああ。そのオルゴール気になるかい？気になります。とっても綺麗な音色でね。フラッグレースの景品にしてるんだ。フラッグレースはうちの牧場で開催してるレースでね、旅人さんも自分の馬を持っていたらぜひチャレンジしておくれ。なんだって、これこれ欲しいよね。持つ、投げる。フラッグレースができるの？フレッシュミルクってどうすればいいんだろう。欲しいですよね、フレッシュミルク。話しかけてみようか。あ、ここで買える。フレッシュミルク持ってますね。今回はこれでいいことにしよう。で、レースをやったらもらえる。ちょっとやってみたくないですか、レース。どこでできるんだろう。うちの牧場でやっているレース。フレッシュミルクの話してる。レースは？いや。まだできないのかな。馬マークあるけど。はい、一緒に行こう。で、止まるのもちゃんとできますね。ハイラル牧場、まあ、特にあれなんですけど、馬はもらえましたけど、レースでもらえるオルゴールが気になる。ここでレースしてるのかな。なんかぽいですよね。この周り走れるようになってるし。到着。あ、すごい、道路蹄の音がする。これこのまま行けるのかな。行ける？はい、降りなきゃダメ。わかりました。戻ってきたらいてくれるのかちょっと確認しましょう。いるかな。いてくれてる、嬉しい。待っててくれるの嬉しいですね。お城の中にミニチャレンジがあるかどうかを確認したいのですが、あ、なんかある。あれ、馬借りたからかな。長旅で足がお疲れではありませんか。ハイラルの地はとても広い。歩いていっては時間がかかるでしょう。実はこのインパ、数年前から姫様のために馬を育てておりました。え、今乗ってるよ。まさか姫様がハイラルのために旅立たれると思いもしませんでしたが、きっと姫様の旅の友として役に立つでしょう。馬はハイラル平原の西にあるハイラル牧場に預けています。お時間がある時に訪ねてください。え、待って待って、インパの贈り物、馬。あれ、今乗ってきた子は？乗ってきた子じゃないのかな。違う子？せっかく乗ってきたんだけど、じゃあもう一回牧場戻りましょうか。あーあー、待って、ごめんね、変なとこ行くと嫌だよね。ちゃんとした道行こう。へえ、牧場から戻ってきたばっかりなんだけど、なんか、あ、痛い。なんかありましたね。ずっと追ってきてる。ちょっと嫌な感じだね。どこだっけ、こっちだ。下からでも上からでも一応入れるようになってるみたいだけど、はい。
ちは。帰ってこないな。え、な、なになに、まさかまた。そろそろ戻る頃なのにどうしたのかしら。あら、ゼルダ様ですか。ようこそハイラル牧場へ。インパ様からお話を伺っています。ゼルダ様の馬ですが、ちょうど弟が外で運動させているのでしゅ、戻るまで少しお待ちを。ね、姉ちゃんどうした。そんな空気、もう急に大声出したらゼルダ様に失礼でしょ。大変なんだよ。ハイラル城北西の人参畑まで馬を走らせてたら急に裂け目ができてきて、俺をかばって馬が飲み込まれちゃったんだ。なんだって。あれ、私の馬。すぐに様子を見てきますので。え、これ一緒にいた方がいいんじゃない。ちょ待って、インパの贈り物、人参畑に現れた裂け目に。人参畑どこだ。これか、新しいやつだね。飛べる。そんなとこに人参畑ありましたっけ。あれ、人参畑で人参もらえるやつ。人参畑、結構遠くまで走らせてたんですね。人参畑、あ、ほんとだ、人参が生えてるところがちょっとちらっと見えましたよ。お、人参。どうしたの。あの子がこの裂け目の中に一体どうしたらいいの。あいつ俺をかばってくれたんだ、助けたいよ。どうした。うちの人参畑に裂け目が。人参畑の人いましたね。じゃあ中行きましょう。入り口開けそう。ちょっと待って、馬のために行かないと。ちょっと行ってきますね。私の馬。私のっていうかゼルダの馬が仲間。何、あ、4つ、分かった。どこだ馬。おお、待って、はい、お、行けるとこ発見。で、ライネルにしとこう。ここ先でいいのかな。あ、待って、人参消えちゃった、あったのに。失敗しましたね。はい、あ、待って、ここ扉が開かないとダメ。あ、上が扉だね、わかりました。じゃあ回ろう。これ糸チュラでいけるかな。糸チュラっぽい感じがするんですけど、上に何かがあればやってくれそう。お、こっちダメ。あ、いけた。へえ、君ちょっとごめんね。じゃあこれで上行きます。あ、全然いけない。ここからの段差か。これなんか岩っぽい気がするんだけど、隣の岩動かせそうじゃないですか。なんとなくだけど違うのかな。でも上上がらないといけないですよね。とりあえず上がろっか。おお、危ない。雲すぐ消えるから雲じゃない方がいい。とりあえず、あ、いけた。これ大岩動かせそうですよね、なんとなく。まあ普通に戻りますけど、多分動かせるのかも。シンクして動かしたら上から入れるパターンな感じな気もしなくもないのですが、まあこっちから行っても多分変わらないので、こっちから行っちゃおう。はい、これで一つ目、残りが3つ。残り3つか。なんか道違う気がしてきた。
逆回りができるようになってるんだったらめんどくさい方から来てる気がしますね。これで雲でいいかな。なんかね、ここ逆回りな気がしてならない。あ、やっぱり道がある。逆から来た方が楽でしたね。やっちゃった。この子だと思う、探してた馬さん。あ、でもこっち側からだとちょっと来にくいのかな。怪しいな、この岩も怪しいですよね。これ動かしたら奥になんかありそうな気がするけど、ちょっとね、回り方が逆だったとしたら違うのかな。この奥がなんか怪しい気がするんですけど、パズルみたいに動かすのかな、もしかしたら。ちょっと他のとこも見ますね。あと2個あって、1つがここだとして、危ない危ない、1つがここだとして、この上の方ってどうなってるんだろう。ちょっと見に行きます。ない。え、ってことはあれかな、下の方に続いてる道になんかあるのかな。これだけ岩があると多分動かしたら1個出てくると思うんですけど、もう1個が問題。あー、ここだったのか。左回りすればよかったんだね、さっき。この中ですね。行きましょう。お、タオス系のとこっぽい。はい、ライネルお願い。いやー、いろいろ出してくれていいね。もう1個あるよ、ライネル。あの、ジャンプしてお肉消し飛んだんですけど。すごいね、自分で当たらないんだ、ジャンプしちゃうから。強っ。もっと早く出会いたかったよ、ライネル。で、あと2つある木箱の中にも何かあるかもなんで確認しちゃいます。人参があるから、もしかしたらこれ倉庫になってるとこなのかもですね。わかんないけど、やっぱここか。最後の1個動かすっぽいです。奥にやっぱりあるから、1個ずつ動かしたらいけるはず。次、右かな。なんかジャンプして動かさない方がいいんだったらこのやり方、やっぱ動けないですよね、段差がちょっと高い。最後だけジャンプして動かすのかな。左に入りそう。入れちゃった。これでジャンプ。あ、やっぱここだけ動かせるのか。まあ、ここでいいですよね、見えないけど。多分あるんだと思う。発見。これが最後の1個。はい、これで人参畑の無が消せるのでなんとかなる気がします。これであれかな、ゼルダの馬がもらえるイベントになってるんでしょうか。続きもあるのかちょっとわからないですけど、とりあえず進めてみたいと思います。途中で目が出てくるのもあるんだね。ちょっとだけレベルもらいましたね。はい、かけら2個。今16か。もうちょっと強くもできますね。お、人参畑戻ってきてる。よかった、裂け目が消えた。お姉ちゃん、でもゼルダ様の馬見当たらないよ。きっととても怖い思いをしたんだわ。怯えてどこかに隠れているのかも。おーい、もう大丈夫よ。戻ってくる気配がないわね。いたよね、中に。そうだ、人参、あいつの大好物なんだ。人参があったらきっと大喜びで出てきてくれるよ。人参、人参これ出せるのかな。あ、出せた。人参あるよ。あ、よかった、戻ってきました。かわいい。
よかった、元気だし怪我もなさそうだよ。ゼルダ様に会えてこいつも嬉しそう。本当にありがとうございます。インパ様からお預かりしていたこの子をどうぞお連れください。そうだわ、ゼルダ様はフラッグレースをご存知ですか。ここでフラッグレースの話が出るんですね。ハイラル牧場で開催している自分の馬で参加するレースなんです。ご興味があればいつでもハイラル牧場にいらしてくださいね。またね、ゼルダ様。いや、これで馬が解放になりました。でもその前にここ入れるところがあるのでちょっと行ってみましょう。あ、なんか無の中にあったやつだよね。なんかもらえるものあるのかな、ちょっとわからないので探しましょう。あっちの中だと結構いろいろあったんだけど、ここそんなにないのかもしれない。特に入ってないですね。お肉とかはあるけど、うん、それぐらいなのかな。これ気になるね、ちょっとやろう。何もない倉庫みたいになってるところなのかな。お、リンゴ、やった、ビリビリンゴもらいました。これだけっぽいね。裂け目消してくれてありがとうございます。うちの人参畑も元通りです。人参持って行ってください。え、これ人参、人参持って行ってくださいって言われてますけど、取り出した人参って取れない。あ、覚えられるんだ。うわ、人参覚えた。え、何に使うんだ人参。ハイラル城北西にある畑で取れた人参、一般的な人参よりも甘くて馬の大好物。ごめんね。あ、どこにいてももしかしたら人参があったら来てくれるのかもしれないですね。わかんないけど、まあ、とりあえずこれで、牧場のレースには出れるようになったみたいなので、牧場に行ってレースしてみましょうか。まあ、とりあえずそんなに遠くないのでこのまま移動してフラッグレース初挑戦してみたいと思います。ということで到着。中にあったオルゴールは多分フラッグレースでもらえるものだと思うんですよね。女の子でやるのかな、聞いてみよう。うん、遊びに来ました。うん、白馬に乗って話しかけてくださいね。わかりました。うん、じゃあこれでやってみましょう、フラッグレース。どうやってやるんだろう。うんうん、初めてのフラッグレースですし、ショートコースからやってみましょう。牧場のトラックをぐるっと一周するコースです。え、目標タイムがあるんだね。やってみよう。ダッシュを使いながら回るっていう感じなのかな。あ、フラッグ取るのかなるほど、障害物ありでフラッグ取りながら、秒数それで回る感じみたいですね。3、2、1、はい、ダッシュダッシュ。取れたらダッシュも出して回るっぽい。待って待って、フラッグ取るんだよ。そうそう、待って待って、フラッグ取るんだよこれで一周ギリギリや。疲れちゃうんだね。なるほど、オルゴールってどうやったらもらえるんだろう。ちょっとなんかミニチャレンジ系じゃなくてミニゲーム系が多いのでなんともなんですけど、おルピーもらった17秒切ってゴールできたらコースマスターに認定しちゃいますだって。なるほど、え、なんか時間かかりそうだけど慣れたらいけそうですね。ということで、インポさんからの贈り物もこれで終わったんじゃないかな。ちょっと確認しましょう。システムじゃないんだな。ある。一応終わったみたい。まだ全然終わってないのがたくさんあるんですけど、とりあえずインパさんからのは終わったみたいになってますね。はい、ということでストーリー中入手できてなかった馬の入手今回やってみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろ
しくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!